リカモン J1 ハウスシーズン前はリバーブね。僕たち3人とイントネーションがリバーブじゃないリバーブリバーブ、ね、部活と言えないような敬語のあれはな。え、何ですか？この距離でこの距離で聞こえなかった。全然聞いてなかったですということで、はい、それでは VTR どうぞ。 JO1 負けらなゲームイエーイ。マメ部長、枕投げ部のマネージャーさんにも来てもらいました。お願いします。どうも皆さん、ご無沙汰しております。ーノーコージャム系枕投げ部マネージャーのハンニャの体です。チーズ。いいな。ちょっといいですか？ただお久しぶりで、はい、みんなとものすごい喋りたいんですけど、はいはい、ちょっと一つ気になることがありまして。何ですか？はい、彼はどうしちゃったんですか？気づきました。はい、はい、あれはちょっと異常 なんか光景ですけど。そうです。実は彼ここに来てテニスをやってたんですけど、はい、まあ、遊び半分でやってちょけて足をくじいちゃいました。しかもテニスをやってくじけたんじゃなくて、はい、テニスのボール取りに行ってまずそこで今回特別にですね、優勝のご褒美用意しております。そのご褒美なんと伊東温泉の豪華風呂でございます。はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。危ない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 。さあ、ということで今回皆さんに枕投げを指導してくれる顧問の先生ご紹介したいと思います。ありがとうございます。ミスター枕投げこと大塚誠と申します。ミスター枕投げさんを見ていただいて分かりますけど、これ浴衣に着替えてもらいます。いいな。靴お願いします。2系目、いや、いいですね。うわ、おー、老舗だな。老舗のもう御曹司ですよ、旅館の。確かに、うわ、旅館の御曹司だ。もう大型店舗のね。確かに。うわ、ピンクでも似合うんだ。それでは似合うな、みんな。いや、結構早かったですね。ね、はい、これ顔面取った。避けなくてはなりません。キャッチ禁止です。キャッチ NG。はい、キャッチも禁止ですし、場外に出ても NG です。あ、そうなんだ。その格言なくし。ポイントとしてはこの下の、構えていただいて、この枕を回転させながら、投げるっていうベルヌイ投法というのが。これがですね、しっかりと回転ができてないとこうふわーってなっちゃうんですね、こんな感じで。はい、でもしっかり投げるとさっきみたいにシュンと、ね、投げることができる。じゃあ小生から投げていこう。行きます。ベルヌイ先生めがけて。あ、ナイスピロー。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 パーサーさん、ぜひいい。ナイスピロー。ナイスピロー。仲間になった。あ、いいですね。結構みんな上手いよ。回転、回転、回転、回転を意識してください。腕やば。あ、いいです。ナイスピロー。ナイスピロー。ナイスピロー。うわ、何？ダブルヒロー。新しい。ちょうど相手チームの大将が結構後ろの方にいることが多いので、この位置でも正確に枕を投げることができれば相手の対象を就寝させやすいと。なるほど。就寝。回転。回転。ああ、やっぱり回転。ミスター、お願いします。お願いします。おお、すごい。やりました。素晴らしい。ど真ん中。かっこいい。これが本物だ。はい。あれはイメージ。そうですね。もうさっきのイメージでいったらもしかしたら当たる。そうだな。ショルダーでいく。こっちは回転で。これ僕野球部なんで元。そうだよね。確かに。上でいった方がいい気がするんですよ。ショルダーでいこうか。その襟足で野球部。ああ惜しい。頼む。さあ、違うね。違うね。野球部が回収してやるよ。お、同じ野球部として。バーン狙ってほしい。行くぜ。頼んだ。OK。投げたい方向に足を向けるというね。はい、そうです。投げたい方向に足を向ける。マッチョ。いや、でもこうちょっと的があると逆に難しいですね。そうね。あれに当てないといけないっていう。はい。なんか真ん中がね、こう当てないといけないっていう。全然。こう当てないといけないっていう。筋肉。何筋肉の裏方ですか。それも難しい。当ててる人ってこう、ふん、こう、そうだね。
結構早めだね。走るって感じ。イメージはすごいできてる。それを意識して。かわいい。かわいい。一番イメージの力だ。むずいよな、これ。そうそうそう。イメージナイス。ナイスイメージ。スピードよりコントロールの方が実は大事かもしれないですね。行きましょう。大体回転じゃん。マジで。無回転じゃん。今からじゃないの。あ、惜しい。めっちゃ惜しい。難しい。あと数センチ。いきます。はい。どうでしたっけ。効果。そう。惜しい。もうちょっと落ちたら。スルボオリジナル。スルボオリジナル。オリジナル投げね。お。ナイスプロ。サンキュープロー。スルボオリジナル。すごい。ナイスプロ。やっぱり回転が大事なので、本当にゆっくりで、ゆっくりで大丈夫。ゆっくり回転させるように。自分が外しちゃった。綺麗な振り作って。ちょっと出たと思いました。どうなのかなと。ミスターマクラナゲさんに。すごいやっぱり。すごいやっぱり。いやいや、全然今台に当たってましたから。分かってんな。だってもう回転ないもん。うまいうまい。こうやっても野球投げしてるもん。ポジションがね。リーダーとなる大将。掛け布団でガードするリベロ。これがもう守り。相手を中心に追いやるアタッカー。これが怖いアタッカーが。自陣に枕を運び入れるサポーターという4つのポジションがあり、勝利への鍵を握っています。なるほどね。めちゃくちゃ楽しいよこれ。あ、なるほど。はい、あ、じゃあまずはじゃあポジション決めからですね。まあでもみんな動く。リベロは行きたいっす。あ、ポジション。なんかちょっと最初はもちろん豆ですよ。あ、本当ですか。部長ですから。豆ちゃんが最初に。大変やな今日。そうですね。でリベロの方は無敵なので足でこうガードしてます。あ、めっちゃいいじゃん。へえ。持ち方もいろいろあってですね。やってほしいな。あ、そうです。ムササビです。寝てないから本当に。敬語ずっと寝てないからね。早起きだから。大将は基本的にこの赤いラインからは出ちゃいけないことになってるんですね。なんでかっていうと基本的にはこの後ろで動いてる。これ重要やん。伊藤選抜行くぞ。全国大会上手ですね。じゃあちょっとみんな改めてポジション決めました。最初豆が大将。豆ちゃん大将ね。でリベロが敬語でございます。敬語くん。じゃあこれ調整場所は？じゃあ行きましょうか。では練習をしていきたいと思います。よーい。めっちゃどこから始まる？あぶない。うわ。取れない。投げて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 。場外に出たらもう就寝。あ、あれ当たってる、当たってる。すごい、ナイス。投げてください。おー、リベロ、ナイスリベロ、ナイスリベロ、リベロ、ナイスリベロ。あー、すげー、すげー、のアタッカーが狙ってたね。狙ってたね、完全に狙ってた。すごいな。うわー、うわー。いや、でも、ドラマじゃん。就寝、就寝。お、最初、最初。3対1だから。でもすごい、これ難しいね。もうこれで使ったな。さあ先生、はい、もうこれで訓練は終わりでいいですか。はい、大丈夫です。皆さんすごい才能がございますので、はい、あとはチームワーク。わー、そうですね、大事。こっからね、対決だから。大将も倒したいと思います。うわ、これ気合入るな。そう、これゼッケンつけるとまた気合入るでしょ。これいいな。
せーの、ゼロウィーゴールド、よっ、頑張れ。なんか本当にサッカーとか思い出す。それでは第1回戦 JO1 対全国トップチームの試合始めます。お互いバチバチですよ。よろしくお願いします。自分らしく、お願いします。お願いします。お願いします。ウェーイ、もう勝った。うわ、かっこいいわ。潔く、なんかかっこいいわ。どうなんですか、体調が大事。俺遅いよ、先生言ってるから。先生、帰った瞬間に立ち上がるよ。今サイドが違う。始まりました。早い。いいですね、いい起き上がりです。本肉いい起き上がりですね、素晴らしい。まだ誰も当たってない。そうですね、いいですよ、動きがいいですね。大将を守って、まあ、さっきのようにね、無理に投げずにちゃんと狙って投げてますね。はい、リベロが上手いですね、向こうのリベロが。あ、リベロやっぱり上手いです。いいですね、スカイカー。上から中央だった。中央だった。いや、良かったんだけどね。めっちゃかっこいいんだけど出ちゃったから。リベロやっぱり上手い。いいですね、スカイカー。ちゃんと足つけないですよ。さすが。いいですね。おお。おい、決まった。おい、決まった。決まった。働け。まだ相手誰も出てないから。決まった。スタートします。いや、スカイ君のね、やっぱりまさにスカイジャンプが炸裂した。そうですね。いいバネだったんですけどね。いいナイスバネでした。さあ、ここからですよ。今三対。気をつけて。四。はい、同じ数じゃないですかね。はい、そう。おお、ダブル、惜しい。いいですよ。おお、ダブル来ました。これやばい。今のダブルはうまいです。いいですよ。おお、ダブル来ました。今のダブルはうまい。うまいよ、大将が。すごい。うわ、左手投げた。左手投げた。ルッキョンが中心になってしまいました。ルッキョン中心です。ですから今2番のね方のダブル投げがすごい良かったんですけど。左手投げた。左手。うわ、さっき右だったのに。めちゃくちゃうまい。映像で見たらめちゃくちゃうまい。今ちょっとやっぱり攻めているので相手が防戦一方になってますね。はい、マクラです。マジでうまい。あー、しまった。これはもう大将同士と、あと5番の彼とやっぱ鶴房君が一騎打ちということですよね。そうなりますね。あとは大将同士の力の差っていうのがやっぱり大きく出てくると思いますね。この連携プレーどうなるか、はい、頑張れ。さあ始まりましたね。さあガードがないですからね。地味に当たった。頑張って地味に。マジで当たった。これ難しい。豆いける。軌道が変わるから。でもまだチャンスありますから。急に落ちてきたりしてもめっちゃ強かった。よかった。いや、でも夫人勝負ポジションはこのままの方がいいと思う。もうみんなガチだから。で2セット取れて終わりだから。ガッ受け。ほんとに手欲しい。これでいこう。じゃあとりあえずこのままで。うん、願望。ジョーウィーゴーガーゴー。はい、意外に。いや、やっぱ強い。やばい。始めます。さあ2セット目でございますね。行きましたよ、2セット目。今ですね、はい、全国大会特別戦のチームが、ね、とっとこっちに飛んできましたね。危ないですね。危なかったです、枕が、はい、気をつけて。あ、これ経営大変やん。小生特別戦声出してます。1セット取ってますからね。すごい。あ、出た。1セット取ってますからね。ルキ上手。ルキ君が7番を。そう、リベラの後ろからね。キーマンの見えないですよね。そうそうそう。もう7番はスカイに目が行ってて、ルキのボールが見えない。ほら、綺麗、賢い。白のルキ君が、はい、倒しましたね。先生が来たぞ。先生が来ました。先生が来たぞゴール。1試合に1回使えるの。行ったら大将が相手の枕を全部こっちに持ってくれる。10秒間だけ。10秒間だけ。そのまま行きましょう。大将大変やな。再開しますね。オッケー、全部回収。はい、これ試合再開です。じゃあ行け。ここで使ってきましたか。そうですね。いいタイミングだと思いますよ。いいタイミングですか。そっちそっちから狙って。そうそうそう。これこの攻撃のタイミングって非常に大事。じゃあ行け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 。確かに。そう、三人で囲う。もう。そう、三人で囲う。ナイスロー。すごい。ナイスロー。ナイスロー。ナイスロー。これ合ってくるか。ナイスロー。うわ、すごいなこれ。うわ、もうど真ん中すぎて。しっかり狙ってる。コントロールナンバーワンだから。うん、削ってこう削ってこう。ゆっくりゆっくり。これで今。いいよいいよ。かなり追い詰めてます。かなり追い詰めてますよ。
当てる全員残ってますよ。全員残ってます。攻撃いいです。 OK、 いいですよ。すごい攻撃です。おっと攻撃いい。当てたい。 OK、 おっと攻撃いい。うまい、うまい、めっちゃ本気や。めっちゃ今んとこいいよ。うわ、ルーキー上達うまいわ。めっちゃ本気やわ。上から投げるの上手くない？うわもう喜び方で。ルキ君が大活躍。ガチだから。ガチだから。カズ君はナイスキロですよ。今のナイスキロ。ルキ君がすごい。こっち、こっち危ない。おっと、すごいの。破壊力抜群。赤6番すごい前まで出てますね。そうなんです。金城君がね、ヒロが前線タイプですから。そうですね。危ない危ない危ない、ラッキーラッキーラッキー、投げてきますね。危ない危ない危ない、まあ、ゆっくりね、落ち着いて処理していただきたいです。まだ誰も終身になってないですか？うわ、誰も終身になってないですか？大向き、早い、誰も終身になってないですか？わかった。もうルキーいいね。いらないよね。ガチで投げてもいいかも。大将が狙った隙だよ。早い早い。サポーターっていうのはやっぱりこう参謀役でもありますので。おお、惜しい。うわ、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。いいですね。いいですね。ルキ君の動きが。今いけるよ。キレです。ルキ君が危ない。素晴らしいですね。ヒロがね、ヒロが素晴らしいですね。攻めすぎたな。リベロ終了。リベロがなくなった。ここかかなり有利です。かなり有利。マクラがない。あ、いいです。今タンクです。マクラがない。今マネが折ったんだよ。そう、マネちゃん。いいです。今タンクです。マネちゃん守った。マネちゃん守った。そう、最後までリベロとして、リベロとして、生き方がリベロ。ちょっと邪魔や、ちょっと邪魔や。ダメ、タンクアタッカーというチームワークですね。素晴らしい。大将をね、守って。俺が守ってる時に攻めてほしかった。マメちゃん守らなあかんで、ね、このまま30秒過ぎれば勝ちますから。確かにこのまま30秒耐えれば。おっと、マメちゃんを守っ、確かにこのまま30秒耐えれば。マメちゃんを守って。両方ポストじゃない。さあ、大将を守らなきゃ、あと30秒ですから。そっか、マメを守りながら。そう、もう攻めないで。さっきリベロがいたからガンガン攻めれたけど、いなくなった瞬間にちょっと難しくなる。マメ当たった時点で負けだから。そう、大将が死んだら終わりだから。大将打ち込む。素晴らしい。リベロさん、どうですか？マメ大将行く？え、大将行く？あ、じゃあスカイ大将行くか。え、行きたい？いやいや、全然。スカイ君でも。いや、多分マメちゃんの方がいい。あ、オッケーっす。倒せ倒せ、頑張れ。めちゃめちゃいい勝負や。自分より左から投げさせる。すごい作戦会議やっぱやってます。そうで、アタッカーにショウヤとショウセイ。結構アタッカーだから。ほら、悔しい。悔しいのよこれ。まあ、まだですね。おー、まだですね。うわー、綺麗な仲間の敵を打ちましたね。仲間の敵、木村君の敵をすぐ打った。敵取ったよ。綺麗だったね。すぐこう。さあ、同点同点。あの女性もですね。そのまま大将本国やばいな。まだ空中気をつけた方がいい。今よく受けましたよ。そうですね。ナイス勝負。いいですよ。攻めの姿勢がいいですね。いいですよ、いいですよ。うわ、いいです。めちゃくちゃいいです。お、来た来た来た。あっと、うわ、めっちゃナイス。いいエンド。シェイクがキャッチしちゃった。そういうスポーツ。めっちゃおもろい。取ってもらえないですよ。今陽動にやられてしまいましたね、リベロが。今リベロがね、またここか。そうだから、リベロはもう投げれないから。投げ忘れずに。はい。大将しか投げれないの。残り30秒まで。さあ、これはかなり大将とリベロの連携が。確かにこれ連携、連携が大事ですよ、連携が。おっと、スライジュ。前線で、前線で。おっと、スライジュ。いける、いける。鈴木さん、青8番終身です。青8番終身。え、お、終身した。出た。当たっていましたね、先ほど。すごいね、勝負君。すごい。もう勝負だ。警備をちょっとずつ投げながら避けてください。そっか、応援してる。ちょっともう耐え切ったらいいんだ。豆原と今ちょっと手打ちです。豆原と、すごい。
2対1で J1 の勝ちです。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー楽しかったこれ。え、だって全国選抜チームということは最強なんじゃないですか。実は日本代表ドリームチーム日本最強ドリームチームがまだあるんですか。そうです。やっぱりやばいですね。もう一回したの。そう、すごい。3セット2試合、それも3セットやらないです。今の何ですか。待って。よーすごい。どうでした。僕たちの白熱しすぎ。部活っぽいでしょ。部活っぽいわ。ちょっと感動しましたね。めちゃくちゃ敬語のね、あの当てた後の顔がかっこいい守ったところとかかっこいい、ね、かっこいいわ。スーパーセーブが多くないですか。めちゃくちゃ感動した。逃げたらダメだと思って。抜刀祭でした。抜刀祭あんなこう言って本当にどうだったね。見てなんかちょっと確かにやりたくなった。楽しい。でも本当面白かったですよね、うん、めちゃくちゃ面白かった。めちゃめちゃ面白い。卓面野球部だからさ、はい、目線がプロだな。大切なんだよな。でもただ僕たちが勝ったのはその日本は全国一応選抜、うん、ドリームチームがいますから、うん、気になるね。 JO1 バーサス日本ドリームチームの試合を始めます。お互いにプレーお願いします。どうせ今危ない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 危